もみは大日本帝国海軍の駆逐艦。松型の9番艦である。日本海軍の艦名としては2代目。太平洋戦争後半の1944年9月7日に竣工し、訓練部隊の第11水雷戦隊に編入された。内海西部で訓練に従事、並行して輸送作戦に従事する空母の護衛を行った。11月15日、新編の第52駆逐隊に所属。12月中旬、空母、雲龍を護衛して、フィリピンに向かう。マニラ進出後の12月下旬、松型2隻は、マニラと中国大陸沿岸部との間で、輸送任務に従事する。1945年1月5日午後、第52駆逐隊は、ルソン島西岸リンガ沿岸で、アメリカ軍上陸船団と交戦した後、もみは、空襲を受けて撃沈された。帝賀台島駆逐艦第5489号艦として横須賀海軍工廠で建造された。1944年6月5日、もみと命名される。同5日付で3隻は松型駆逐艦に類別された。6月10日、横須賀鎮守布石。7月22日、横須賀海軍工廠のもみ儀装員事務所は事務を開始した。8月4日、古川為夫大尉はもみ儀装員長に、田中邦夫大尉はもみ儀装員に任命される。8月21日、もみ儀装員事務所は撤去された。9月4日、もみ儀装員長は、古川為夫少佐から米井恒夫少佐に交代した。竣工日は9月7日であるが、これは9月7日以前に予定されていた竣工引き渡し日までに工事が終わらず、延期されたものである。どうなのか、米井儀装員長は正式にもみ駆逐艦長となった。就役とともに、9月7日付で、訓練部隊の第11水雷戦隊に編入される。9月下旬、瀬戸内海に開港される。玉や姉妹艦とともに、訓練に従事した。10月中旬、松型は、軽巡洋艦、木曽と訓練を行う。横須賀鎮守府所属の木曽は、射撃用レーダーの試験を実施していた。また今回の訓練で、木曽には高松宮信人親王が連隊訓練視察のため乗艦していた。10月14日、木曽のレーダー射撃実験において、もみは標的栄光艦となった。10月18日、11水戦の軽巡、玉と駆逐艦、杉は小沢機動部隊に編入され、高間司令官は旗艦を、ヒノキに変更した。玉は撃沈され、内地に帰投しなかった。25日、松型4隻と共に、台湾の第2航空艦隊向け輸送作戦を行う、空母2隻を護衛して、佐世保を出撃する。10月27日に、キールンに到着。輸送任務を終えた後は10月30日に、キールンを出港して、佐世保を経由し、11月2日に、呉に帰投した。その後は内海西部で訓練に従事した。11月15日、日本海軍は松型駆逐艦5隻で第52駆逐隊を編成した。第52駆逐隊司令には願城次一大佐が捕職された。11月25日付で第52駆逐隊は第5艦隊隷下の第31戦隊に編入された。同25日、湘南に向かう日83船団を空母、海鷹と駆逐艦5隻及び海防艦複数隻などで護衛して門司を出撃する。高尾到着後、第30駆逐隊は日83船団部隊と分かれる。他艦は12月3日に高尾を出港してマコウ経由で呉に帰投した。12月中旬、第52駆逐隊は白露型駆逐艦、しぐれと共にマニラ方面へ特攻兵器用火と陸軍部隊を輸送する任務に就く空母、雲龍を護衛することになった。12月17日、緊急輸送部隊4隻は呉を出撃する。19日夕刻、雲龍は東、シナ海でアメリカ潜水艦、レッドフィッシュの攻撃を受け、沈没した。ヒノキの爆雷攻撃で、レッドフィッシュは損傷し、ハワイに帰投した。20日朝、火事故障を起こした、しぐれは佐世保へ向かった。内地へ帰投する、時雨と別れた松方2隻は、高尾に入港した後12月22日に出港し、24日、マニラに到着した。同地には、新任の第31戦隊司令官、鶴岡信道少将と司令部が進出していた。12月24日夜、第31戦隊司令部は、もみに勝旗を掲げ、松方2隻は、マニラから中国大陸沿岸カムラン湾に移動した。27日、サンジャックに移動する。28日、もみとかしは第4航空戦隊の航空戦艦2隻から燃料を補給した。29日、もみはサイゴンとサンジャックを往復した。30日、0号作戦に参加した姉妹艦もサンジャックに到着した。同日、第31戦隊司令部は、もみからかしに旗艦を変更した。12月31日、第52駆逐隊は特設給糧船、生田川丸を護衛して、ベトナムのサンジャックを出港した。1945年1月4日夜、3隻はマニラに到着した。この時ルソン島西岸部には、臨海湾を目指すアメリカ艦隊と輸送船団が、幾度かの神風特別攻撃隊の攻撃に遭いながらも北上中だった。1月5日、南西方面艦隊は、司令部をマニラからバギオに移した。南西方面艦隊司令部は3日に第43駆逐隊と第52駆逐隊を第2遊撃部隊に編入していたが、5日午前11時20分に52×の正方比隊を命じた。52×は第933航空隊の整備兵などを乗せた生田川丸を連れてマニラを出港、カムラン湾に撤退することになった。ところが同5日16時15分、第52駆逐隊に連合軍上陸船団を攻撃するよう命じた。相川内長官は0号作戦の戦果に鑑み、第31戦隊の松方駆逐艦に対し、アメリカ軍輸送船団への殴り込み攻撃を命令したのである。生田川丸や病院船、第二日川丸などは、マニラを脱出して西方へ向かう。一方の52×は、掃海を担当していたアメリカ軍の背後に躍り出て、第 77.6 部隊を驚かせた。第 77.6 部隊を護衛していた。オーストラリア海軍スループのワレーごとが購入、助立ちに来たアメリカ駆逐艦ベニオンと午後3時40分頃から交戦を開始するが、約1時間の砲戦で、双方とも差したる戦果も被害もなかった。戦闘中に南西方面部隊から突撃命令が出された。飛隊後間もなく、第77任務部隊の護衛空母から発進した艦上機の攻撃が始まる。17時過ぎ、直撃弾を受けた日野機は航行不能になった。もみは舵を損傷した後の19時10分、航空魚雷が命中して沈没した。3月10日、もみは除籍される。松方駆逐艦、第52駆逐隊から削除された。古川由布少佐、1944年8月10日から1944年9月4日、米井恒雄少佐。1944年9月4日から1944年9月7日、米井恒雄少佐。1944年9月7日から1945年1月5日、戦死。ありがとうございます。